0対0、5回の裏、早大学院先制のチャンス、ワンアウト三塁。ここはスクイズした、ピッチャーまで転がる、ランナー滑りました、セーフ。スクイズ成功、2年生ラストバッターの山形大島と1対0、早大学院先制。湧き上がる一塁側応援スタンド、ついに試合が動きました。神宮スクイズでの先制でした。2-3 から思った作戦でしたね。2年生の山形スクイズをしっかり決めました。